それではスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ギラバンツ北九州は新型コロナの陽性者が4人出ました。選手を4人入れ替えての今日の一戦、ゴールキーパーは吉丸です。ディフェンスラインは右から藤谷、藤原、乾、そして前田。前田は今シーズン初出場、初スタメンです。ボランチは針ヶ谷と西村がコンビを組みます。西村は今シーズン初スタメン、右に佐藤亮、左に藤川、ツートップは前川と高澤、おそらくは縦の関係になります。一方、アウェー藤枝マイ FC のスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパーは内山、ディフェンスラインは3枚です。東福岡高校出身小笠原、そして川島は2018年に北九州でプレーしていました。で、左サイドバック神谷、ダブルボランチが鈴木純と水野、右に久保、左に榎本、この2人はルーキーです。ワントップが今日押したに予想しています。ツーシャドウに岩渕と横山です。2018年に北九州でプレーをしていた川島は身長183センチ、ゴール前だ、競り合いから押し込むか、チャンスだ、取った、最後は吉丸ファインセーブ。チャンスを作った藤枝マイ FC だったんですが、得点に結びつけることはできませんでした。先ほどのコーナーキックの映像をご覧いただきます。この混戦のところ、最後押し込んでいったんですが、押し谷のヘディング、吉丸がここはなんとか防いだという場面でした。ギラバンツ北九州、今日センターバックは藤原と乾のコンビです。その乾から前線へボール、前田落とした、シュートでいった高澤。ギラバンツ北九州、今日最初のシュートです。さあ、ターゲットは誰に絞ってくるのか。ファーサイドダイレクトでシュートにいった、惜しいシュートでした。26番の横山です。わずかに右でした。前半左から右に風が吹いています。さあ、ここドリブル突破していく榎本、スピードがあります。左に振った、岩渕シュート、吉丸のナイスセーブ。再三吉丸がファインセーブを連発しています。非常に展開の早いところから岩渕の左足だったんですが、ナイスセーブは吉丸。北九州はフォワードの高澤がゴールキーパーに近い位置、遠い位置で選手たちが一段を作っています。針ヶ谷からゴール前、押し込む、いや、ここは守った。先ほどのフリーキックもう一度見ていきましょう。いや、ここチャンスの場面でした。あ、岩渕ですね。最後は左足ぐっと伸ばしてこのピンチ防いできました。藤谷から針ヶ谷、佐藤、激しいチェックは藤枝、藤川が行く、キーパー内山も出ている、フリーダーシュート、あっと、これは枠の外。さあ、一気にプレッシャーをかけていこうという北九州、なかなかまあこういったプレーは前半には見られませんでした。徐々に試合が、うわ、チャンスだ、来た、横山つないで土井が押し込んだ、ゴー、先制点は藤枝マイ FC、 3試合ぶりのゴール、代わって入った土井、今シーズン3点目、貴重な先制点、藤枝マイ FC が奪いました。一瞬のミス逃しませんでした。横山からつないで最後は押し込んでいきました。いい位置に走り込んでいた土井、均衡を破ったのは藤枝マイ FC です。代わって入ったばかりのこの土井が追いかけるギラバンツ北九州、天野監督、小林前監督の下で3年間ヘッドコーチを務めてきました。共にチームを作ってきました。そのチームスタイルを継承し、
1年での J2 復帰を目指します。ただ今日は1点ビハインド。さあここ川上から中へ繋いできた三木のシュート、吉丸がセーブ。もう一度見ていきましょう。マイナスのパスに合わせていきました。細かく繋いでいきますが、おっとここは行った、剥がした、前川行く、前川左ボール要求しているのは長野、いや中山も要求、前川で行った、内山キャッチしました。さあ間もなく目安の4分を迎えようとしています。最後まで1点を取りに行きたい。しかしここで試合終了のホイッスル、抱き合う須藤監督。勝ち点3、勝利をつかみ取ったのは藤枝舞 FC。 地元福岡に帰ってきて笑顔が出ています鈴木純。